増幅回路とは、増幅機能を持った電子回路であり、電源から電力を供給され、入力信号により、濃度素子の動作を制御して、電源電力をもとに入力信号より、大きなエネルギーの出力信号を得るものである。信号のエネルギーを増幅する目的のほか、増幅作用を利用する発信回路、演算回路などの構成要素でもある。 電気的なものの他に、磁気増幅器や光増幅器などもあるが、この記事では、以下電子回路のみについて説明する。前述のようにエネルギーを大きくした信号を取り出すものを指すので、トランスのみによって電圧を大きくするような場合は、一般に電力としては大きくはならないので含まれない。また例えば、素子の特性から、アンプの内部では、 中間段で信号の電圧振幅を大きくしてから、出力段でスピーカー等を駆動するために必要な電流を伴わせた電力を持った信号とするというような構成になるが、そのような場合の前者を電圧増幅、後者を電力増幅などということもある。なお、普通増幅回路といえばアナログなものを指すが、拡張的に考えれば、スイッチング回路は、 最も単純な増幅回路であり、例えば電圧が、式位より低いか高いかということのみを増幅する、ことに特化している。電子工学以前の電磁機械動作の時代から、ある増幅回路でもあり、リレーにより、信号を中継することを、アンプするという語があるが、この記事では、以下、アナログ的なものを扱う。バイポーラトランジスタでは、入力電流の小さな変化が、 電解効果トランジスタや真空管では、入力電圧の小さな変化が、出力電流の大きな変化を生むという特性がある。それにより、信号の電力を増大するのが、電力増幅である。電力負荷を駆動する信号の電圧を増加させる場合は、電圧増幅と呼び、電流を増加させる場合は、電流増幅と呼ぶ。トランスは、電圧。 電流を変換するが、信号の電力は増大しないので電力増幅にはならない。電力増幅では信号のエネルギーが増大するが、それは増幅素子自身が信号の電気エネルギーを生み出しているのではなくて弱い入力信号のエネルギーを用いて外部の電源から供給される電気エネルギーの流れを制御することにより大きな出力信号を作り出している。 入出力の要求使用次第で、一段で必要な増幅が得られる場合もあるが、そうでない場合もある。一般に、特に入力段は入力インピーダンス、出力段は出力インピーダンスを、相手側に合わせる必要があるから、単段で両方を満たす設計というのは、少ない自由度で、多くの制限を同時に満たさねばならず難しくなる。多段構成では、まず電圧増幅や、 電流増幅を行って、最終段の電力増幅段で出力を取り出す。最終段を、ファイナルや電力段、電力段を駆動する段を、ドライバ段などとも呼ぶ。増幅回路の所言としては、まず増幅率が上げられる。増幅度と呼ばれることもある。いずれもの値として定義される。増幅率には次のようなものがある。増幅回路であれば、 電力増幅率は1より大きくなるが、電圧、電流については1より小さくなることがある。これは、入力インピーダンスと出力インピーダンスが異なるためである。また、増幅率は大きければ良いというものではなく、必要な増幅率は、設計により、1位に決まるのが普通である。増幅率は、直接、何倍といったように表現するほか、 対数で表現することも多い。利得とも呼ばれる。デシベル表現であれば、増幅回路を何段も重ねて接続した場合の、トータルの利得が、各段の利得の総和として表せることから扱いに便利である。また、進数では桁数が多くなる場合でもデシベルだと、ほとんどの場合2桁以下で表せる。例えばトータルの電力増幅率が10万倍の場合、 ゼロの数を間違えないように数えなければならないが、デシベルだと50デシベルとなりわかりやすい。ただし、デシベルで平均を取ることはできないので、その場合は一旦真数に戻してから平均を取る、必要がある。その他、増幅回路の所言として、入力インピーダンス、出力インピーダンス、周波数特性、効率、歪み率、NF、P1 デシベル、IP3 がある。 真空管トランジスタ、フェットを増幅回路に用いる場合、3本の電極を入力、出力、共通線にどのように振り分けるかによって増幅回路の特性が大きく異なる。トランジスタでは設置する電極を基準としてエミッタ設置回路、コレクタ設置回路、ベース設置回路の3種類がある。それぞれの回路は、辞表のような特徴がある。 中、設計次第である項目については引くタイとした例 V、例 A から政府対象にリニアに増幅動作してくれる素子があれば理想的だが真空間もトランジスタもそのようには動作しないそこで入力を常に一定の電圧で偏らせたり一定の出力電流に調整したりすることをバイアスをかけるという バイポーラトランジスタの場合入力が0ボルトではオフの状態でバイアス電圧をかけ、シリコンでは約 0.6V を超えると電流が流れ始める。この特性をノーマリーオフという。真空管の場合入力が0ボルトでも出力電流は流れるという特性があり、ノーマリーオンという。真空管は通常そこから電流が流れなくなる側にバイアスをかけて使用し、 電流がほぼ完全に流れなくなるバイアス電圧をピンチオフ電圧という。真空間ではそのようにバイアスを大きくかけることをバイアスが深いと表現する。バイポーラトランジスタと真空間でバイアスの大きさと意味が逆になるのでそれぞれについての記述を読み替えるときは注意が必要である。電解効果トランジスタでは種類により 真空管と同様のタイプとバイポーラトランジスタと同様のタイプがあり、また、個体差による電圧のばらつきも大きい。完全に、オフの領域のバイアスについては、入力にかける電圧で、出力電流が少し以上流れる領域のバイアスについてはバイアスによる、出力の電流で考えることが多い。バイアスのかけ方には、以下のような方式がある。エミッタ設置で説明する。 固定バイアス固定バイアスは常に一定のバイアス電圧かほぼ一定のバイアス電流を入力にかける方法である。電圧をかけるには例に示した左の回路図のようになるがこのようにするのは 0.1V より細かい精度で電源電圧の調整が必要な上入力信号の基準電圧を底上げする必要もあり普通あまり実用的でない。また 熱特性の影響をもろに受ける。実用的には、右のようにするが、入力インピーダンスが、バイアス抵抗の値にまで下がってしまう、コンデンサにより、ハイパスフィルタが構成されるという副作用がある。バイアス抵抗の値は次のようにして決める。まず、無信号時のコレクタ電流を例えば1 m a アと、決める。次に、トランジスタの電流増幅率ハフが、例えば100であれば、 そこから、ベース電流は0 0 1ンペアとなる。ベースの電位は約0 6トになるので、電源電圧を V とすると、オームの法則により、バイアス抵抗の値は0 0 0 0 0 1ガとなる。実際に作る際は、入手可能な抵抗の値から選ぶ必要があり、設計では負荷抵抗の値の決定も必要であるが、割愛する。 正確な設計には結構バラつきの大きい個々のトランジスタのハフに依存する点が問題である。バイアス抵抗の値が大きめになることからベースのバイアス電流が増えるとバイアス抵抗での電圧効果が大きくなってベースの電位が下がるという特性があるためビブの変動に対しては比較的安定である。自己バイアス自己バイアスは出力からフィードバックをかける。 形のバイアス方式である。反転増幅回路なので不機関である。設計は以下のようにする。エミッタ設置回路では、電源電圧を負荷抵抗 RL とトランジスタのコレクタマイナスエミッタ間電圧で分圧して、出力電圧を取り出すわけだが、無信号時の RL による電圧効果が電源電圧の1、2から2、3程度になるようにするのが相場である。 詳細は、教科書等で、確認のこと。ここでは2、3と決めたとする。すると無信号時のコレクタの電位は、電源電圧を、V、V とすると、V、3、V となり、ベースとの電位差は、V、3から0.6、V となる。コレクタ電流を 1mA とすると、ベース電流は0.001、ハフ、A であるので、オームの法則により、 バイアス抵抗は、整理してハフ、0.001、オメガとなる。フィードバックは、以下のようにして働く。コレクタ電流が増えたとすると、コレクタの電位は低下する。すると、バイアス抵抗にかかる電圧が低下し、ベース電流が減り、コレクタ電流が減る。電流機関バイアス電流機関バイアスは、エミッタ設置の場合はエミッタに抵抗が入ることが、特徴である。 不機管の特性があり、温度安定性が高い、増幅率が抵抗の比で決定される、ハフのばらつきに関わらず設計できる、などの利点がある。不機管の作用は、以下の連鎖通りである。コレクタ電流が増える、エミッタ電流が増える、エミッタ抵抗の電圧が上がる、エミッタの電位が上がる、ベースマイナスエミッタ間電圧が下がる、ベース電流が減る、コレクタ電流が減る。 電圧増幅率は、ほぼ RL、L になる。実際の設計では、制約条件により様々だが、以下に抵抗値の決定の一例を示す。シリコンバイポーラトランジスタのビブは摂氏1度あたり、約2ボルト変動する。アイドル時のコレクタ電流を1ンペアとし、温度変動摂氏50度で、コレクタ電流の変動を10%以内に収めるには、 リは 1kΩ となる。増幅率を10倍とすると、RL は 10kΩ となる。コレクタ電流が1 m a アリが 1kΩ なので、エミッタ電圧は 1.0V となる。リブを 0.6V として、ベース電圧が 1.6V になるよう、R1 と R2 で電源電圧を分圧する。安定した動作のためには、 ベース電流の数倍以上の電流が R1 と R2 を流れるようにする。ここでは増幅回路の特に素子の動作を指しての Q について述べる。アンプ装置全体としての Q、特にオーディオ用のそれについてはアンプ Q を参照のこと。真空管やトランジスタなどの増幅素子は入力信号がある一定の直流値範囲にある時にのミリニアな 増幅結果が得られるという特性を持ち、その範囲を外れて使用すると出力信号は歪む。そこで入力信号に対して一定の直流値を加えて素子の適切な動作範囲に収まるようにする必要がある。アナログ増幅回路はバイアスの量により A 級、B 級、C 級に分類される。デジタルアンプのことを D 級、その他近年 E 級、H 級まで。 デジタル技術を応用したアンプが呼ばれているが、どれも方式を示す便宜的なもので、特にグレードを示したりするようなものではない。永久永久増幅回路とは、増幅素子の入力と出力の関係が直線的になる、要、入力信号の全瞬時値にわたり、出力が直線的に対応する、バイアス電圧。 電流を与え、入力と掃除の出力が得られる方式である。B 級や C 級と比べて最も歪みの少ない出力が得られるが、一定のバイアス電流が常時流れているので、消費電力が大きく、入力信号がない時でも、増幅阻止には直流電流が流れるため電力を消費する。電力増幅回路を構成した場合、供給電力に対する効率は、 最大50%である。BQBQ 増幅回路とは、交流の入力信号の打ち方側の曲線のみが、増幅されるように増幅素子にバイアスを与えた、方式である。バイポーラトランジスタを増幅に用いる場合、電流制御素子なのでベースマイナス3日間に、バイアス電流を与えると、PN 接合の音電圧である、約 0.2V、0 7ト前後の電圧と、 なる。BQPP 増幅と歪み入力電圧が負の場合には、トランジスタに入力される電圧は、音電圧より低くなるため、コレクタ電流はゼロとなり、出力されない。入力電圧が正の場合にのみ、入力電圧の振幅に比例した、出力電圧が得られる。音声信号増幅の場合には、2個の増幅素子を政府対象に接続した回路により、 入力信号と同じ波形が出力されるようにする。SSB 送信機の出力ブースターでは、半周期増幅のまま LC 共振回路で、目的出力を得ている。出力の効率が制限波増幅の場合で阻止など、回路損失がない場合、最大 π4 と永久増幅回路の最高効率50%に、比べ、高効率で、 特に小信号時の動作電流が非常に少なくできるため出力弾に用いられる。また、小信号時での歪み率が重要問題となるオーディオアンプなどではプッシュプル回路で上下のトランジスタが切り替わるあたりでの歪みを減らすためバイアスを多めにかけて小信号時は永久動作させるものがありそれを ABQ という。また、さらにバイアス値を選んで プッシュとプルの両方を常に永久動作させることもあり、これは純永久などと称した。PN 接合を利用するバイポーラトランジスタの電流がゼロとなる瞬間に生じて音質を劣化させるノッチング歪みの回避のために入力に応じてバイアスを増やして電流ゼロの瞬間を作らない製品も存在した。少数キャリア消滅ノイズは、 超高周波成分まで含まれて発生すると消せないので高音質を追求する。オーディオアンプではバイポーラトランシスタを避けて多数キャリアで動作する大出力電解効果トランシスタを用いて少数キャリア消滅ノイズを避けるようになった。b 2級、a b 2級というのは真空管アンプでグリッド電圧が正領域まで利用する方式を言い、それに対して 通常の不電圧の範囲に止めるものを B1 級、AB1 級と呼んだ。C 級、C 級増幅回路とは、バイアスを遮断値よりも素子がオフになる側にかけて、入力信号の電圧が十分に高い場合にのみ、出力電圧が得られる、スイッチング動作に似通ったものである。真空管の場合はバイアスを深く、トランジスタの場合はバイアスをゼロないしわずかしかかけない。 入力信号により直流電源をスイッチングする形となり、そのパルス電流で LC 共振回路を駆動して目的の周波数の電力を取り出す筐体気高周波増幅回路である。直流供給電圧に音声信号を頂上することで振幅変調器となる。出力周波数が入力の整数倍のものを周波数定倍期という。 無駄に流れる電流がないため消費電力の効率は最も良い。DQDQ は増幅素子の動作点による区分ではなくデジタルアンプによる方式を指す。デジタルアンプはパルス幅変調やパルス密度変調を応用しスイッチング回路で電力増幅を行うことで高効率増幅を実現する。 ACQ という分類が増幅素子の直線動作範囲に対する動作中心位置の相違なのに対し、スイッチング動作の平均値を出力とするものであり、増幅の動作原理そのものが質的に異なる。スイッチング回路は、区形波しか出力ができないが、入力電圧をパルス幅変調やパルス密度を変調して、電力増幅した場合エネルギー効率が高い。 このスイッチング回路から出力されるのは区形波であるが、ローパスフィルターを通すことで原信号を取り出すことができる。これによって任意の信号を高いエネルギー効率で増幅することができる。1ビットアンプなどともされる。携帯オーディオ機器ではその高い効率によってバッテリーの電力消費を抑えて動作時間を伸ばすことができる。EQEQ、e、増幅回路は 共振回路にタイミングを合わせて、スイッチング回路で駆動することにより電力増幅を行うことで、高効率増幅を実現するので、D 級増幅回路同様に増幅素子の動作点は関係ない。全出 D 級増幅機と異なりデュルティー比は一定で、PWM は不可能で共振する。関係上、筐体域増幅機で、なおかつ出力振幅は一定であるため、 単体では、振幅変調に対応することができないが、D 級増幅回路が、増幅素子を最低2個用するのに比べ、最低限増幅素子を1個で構成できるため、デッドタイムの生成などが不要で回路は、シンプルである。1個の増幅素子で信号を増幅する回路で、最も基本的な増幅回路である。プッシュプルに対して使われる、レトロニムである。 政府対象の増幅を行うためには永久増幅回路とする必要がある。2個の増幅素子を政府対象に接続して、それぞれ一方の極性の信号のみを増幅する方式がプッシュプルである。基本的にはバイアスは B 級とするが A 級動作させる場合もあり、詳細はアンプ級を参照。 回路図上で各局のトランジスタが縦に重ねて、記されるところから、トーテムポールとも呼ばれる。デジタル回路のシーモスも一種のプッシュプルである。ここで示す、回路図は、原理の説明のための簡略化したものである。熱暴走対策などがなされていないものもあるので、実際の回路を組む場合は、注意を要する。デップデップダブル、エンディードプッシュプル。 出力単が2個であることから、口述セップ方式に対してこの名ができた。それまでは、単に、プッシュプル、PP と呼んだ。図に示したような出力を相互に逆極性として、トランスで出力を得る基本的な構成で、通常 B 級動作を基本とする。入力側は相互に逆極性に霊心する。逆極性霊心を行うためには図紙の入力トランス方式のほか 位層反転増幅基方式がある。入力トランスの二次側の中点タップからバイアス電流を供給しトランスの両端から性愛側と逆い側を取り出す。トランジスタはエミッタを共通にしたエミッタ設置になっており、それぞれのコレクタが出力になっている。入力信号が正側の場合と負側の場合で、それぞれ片側のトランジスタと回路が働き、 出力トランスの一時側の中点タップからトランスのどちらかの側に向けて電流が流れる。セップシングル、エンディドプッシュプル、出力端が1個であることからこの名がある。セップの起源は、オーディオアンプの特性悪化要因であるトランスを排してスピーカーを駆動するアンプであり、DB 水平変更出力間など、スイッチング真空管を複数並列接続して、 最適負荷インピーダンスを下げるとともに、インピーダンスが100オームから300オームと高い、スピーカーを負荷につないで使ったものであるが、スピーカー稼働部の質量が大きくなることから、主に低音専用スピーカーとなった。そのアンプの派生として、非コンプリメンタリー回路図の上下段を永久動作として、下段の出力に抵抗を挿入。 この抵抗の電圧効果で上段のバイアストレーシングを行う SRPP が作られた。アンプ回路はそれまでのトランスを使ったプッシュプル回路とは大きく違うことから不可接続の特徴をとってセップと呼ぶようになった。それらはトランジスターが普及する以前の1950年代のことであり、当時の日本では他に追随を許さない先端電子技術書であった。 ラジオ技術史上で様々な試行結果が報告されていた。コンプリメンタリセップ信号の正側では、ベースから電流を吸い込む NPN トランジスタで、出力から電流を吐き出す向きに駆動し、信号の負側では、ベースから電流を吐き出す PNP トランジスタで、出力から電流を吸い込む向きに駆動する。エミッタが共通になっており、どちらのトランジスタもエミッタフォロワーになっている。 トランジスタにより可能になった回路で、入出力のトランスやコンデンサをなくすことも可能になった。ただし、完全に対称な特性を持つコンプリメンタリー素子は、原理的に存在しないため、出力波形には、非対称性歪みが含まれる。コンプリメンタリー素子を用いないセップアンプとしては、金田秋彦による、完全対称アンプが、自作派の間で有名である。これは、 クロスシャントプッシュプルのフローティング電源を設置して、セップに変形した回路であるが、上側トランジスタと下側トランジスタの動作点が異なるため、動作の非対称性は払拭されない。セップで大出力を必要とする場合は、コンプリメンタリーのトランシスターそれぞれを、ダーリントン接続のドライバーとする、ダーリントンコンプリメンタリー接続とする。現在はこの方式が主流である。 非、コンプリメンタリーセップ同じ極性の素子でセップを構成しようとすると、このようになる。大電力トランシスターが開発されると、真空管に比べて低圧大電流なので、セップ方式で、インピーダンスが、2オームの一般のダイナミックスピーカーを直接駆動可能なので、高音質を追求する、オーディオアンプの標準方式となって、一時は、 渦のような入力トランス駆動の製品も一部見られたが主流は潜出コンプリメンタリーのトランシスター体にそれぞれ大出力トランシスターをダーリントン接続することで透過的に大出力コンプリメンタリー接続とするのが圧倒的な主流となった大出力トランシスターから見れば非コンプリメンタリーでその駆動部がコンプリメンタリーとなっている そのため SRPP 方式は真空管アンプに限られた。車載拡声器では逆に一般車両の 12V 電源でトランシスターのセップでは最適負荷インピーダンスが低すぎることと様々な負荷に対応させる要求から出力トランス方式としてインピーダンス整合に対応している。その他クロスシャントプッシュプルの一例。書質の文献より その他のプッシュプルの方式に、クロスシャントプッシュプルなどがある。マッキントッシュの、ユニティカップルドサーキット。半導体アンプでは、ヤマハのフローティングバランスなどがある。作動増幅回路。2個の増幅素子を、左右対称に接続して2個の入力端子を設け、その差の電圧に応じた出力を得る回路が、作動増幅回路である。出力弾は、 プッシュプル回路にすることが多い。辞書で述べる、不機関を自由に設定できるなど、回路の自由度が高いので、オペアンプがこの方式をとっている。増幅回路の所言の一つに、電力負荷効率あるいは、ドレイン効率で表される効率がある。この特性は、増幅回路の球や構成により、理論的な最大値が存在し、増幅回路の消費電力の代償に影響する。 これまで効率改善の様々な回路構成が提案されてきており、それらの回路構成として以下のものがある。ポーラ変調増幅回路ポーラ変調増幅回路は非増幅信号を振幅成分と位相成分に分け増幅を行う増幅回路である。一般的な増幅回路では出力される信号の電力がその増幅回路で取り扱える。 最大出力電力に近づくほど増幅機の効率は高くなる。ポーラ変調増幅回路では、増幅回路の電源電圧を非増幅信号の振幅に応じて変動させることにより、増幅回路を飽和動作させ、高効率を実現する。ポーラ変調増幅回路は、増幅回路への入力信号により、大きく二つに分類される。 増幅回路への入力の位相成分信号に、振幅成分が含まれない場合を、イヤーと呼び、位相成分に、振幅成分を含む場合を ET と呼ぶ。ドハテ増幅回路、ドハテ増幅回路は、1936年に WH ドハテにより考案された、増幅回路で、A 級増幅回路と C 級増幅回路を組み合わせる、ことで高効率を実現した、増幅回路である。 ドハティ増幅回路では出力パワーに応じて C 級増幅回路の出力インピーダンスが変化しその結果 A 級アンプの負荷線の傾きを変化させ高効率増幅を行うドハティ増幅回路では A 級アンプと C 級アンプを一つずつ利用するが効率の改善のため複数の C 級アンプを利用する構成や A 級アンプと C 級アンプの入力電力を 不機密にすることなどが提案されている。リンクリンクは1974年にコックスにより提案された増幅回路で入力信号を複数の同一振幅に分解し、複数の飽和動作をする増幅回路の出力信号を合成することで2位の振幅、位相の波形を出力する増幅回路である。 それぞれの増幅回路は飽和動作を行うため、増幅回路自体は高い効率で動作するものの、パッパーが大きい信号の場合、増幅回路の出力信号と合成信号の電力に大きな差が生じ、その差分は合成回路で熱として消費される。そのため、合成回路の設計が難しい問題が存在する。実際の増幅回路では、 回路の特性を改善するために、不機関をかけて用いることが多い。不機関とは、出力信号の一部を入力に戻し、入力信号と逆位相で合成することによって、出力の振幅を抑えて、増幅回路の特性を改善することである。不機関によって、回路の増幅度は低下するが、広い周波数帯域にわたって均一な増幅度が得られる。 増幅回路の増幅率が十分に大きければ、不機関を行った時の増幅率は、機関率によって正確に決まる。出力信号のすべてを入力に、不機関させると、増幅率は1となる。今仮に、アンプ単体の増幅度が、周波数により1000倍から100倍で、不機関率を1、10とすると、全体の増幅度は10で、一定となり、歪みは1、100から1、 中に抑えられるということだが、単体増幅度が、機関増幅度に近づく領域では歪み抑制効果がなくなり、位相回転で発信する条件もできる。出力信号の一部を入力に戻し、入力信号と同位相で合成するものを正規管と呼ぶ。出力信号が帰還されて、入力信号を増大させ、それが増幅されて帰還され、を繰り返すので、 正規間はその量により発信を引き起こす。増幅回路を扱う周波数で分類すると次のように分類できる。直流までも増幅するアンプを DC アンプという。直流アンプの意味でもあり、入力トランスやコンデンサを通さず入力を直接受け取っているという意味でもある。オペアンプは DC アンプである。電圧、電流、 電力のどれを重点的に増幅するかによって、電圧増幅器、電流増幅器などと呼ぶこともある。それぞれに対して A、B、C 級など、別の分類もできるので、分類名を重ねて、A 級低周波電力増幅器などという。増幅回路を扱う信号の大きさでの分類も、場合により必要になる。主に小信号を入力対象にした。 増幅回路と大信号をそれにしたものである。微小信号の増幅については、主に SN 比が問題になるため、増幅機自体の発生する雑音の少ない素子や回路を選択する。大振幅の信号を扱う増幅機は主に電力増幅機であり、発熱や消費電力を低減するために増幅機の効率が重視される。また、高調波歪み。 相互変調歪みなどの歪み特性は、いずれの場合も重要である。例えばラジオや、通信型受信機は1 μ w 以下の入力信号を数百 MW オーダーまで増幅して、スピーカーに出力する必要があるが、増幅機一段で100万倍もの利得を得ることは、できない。現実の増幅素子1個で得られる、増幅率には限度があるからである。 高周波で安定に動作するのは十数 DB 程度である。したがって何段もの増幅器を直列に接続する必要がある。その際、単に同一の増幅器を直列に接続すると、受信機の場合は小信号がノイズにうずもれたり、大信号で歪みが発生する不具合が発生する。このため、初段と後段で増幅器の設計を変える。一般的に、 初段では小信号用の低雑音アンプが使われ、後段では大信号用の低歪みアンプが使われる。送信機の場合は、消費電流が初段と後段で大きく異なるため、初段では小信号用のアンプが使われ、後段では大信号用のアンプが使われる。そして、送受信とも、各増幅機における信号レベルが適正になるように、レベル配分と呼ばれる設計を行う。 レベル配分は、要求仕様、消費電力、増幅機の能力、安定度、価格を勘案して設計者が決める。多段にわたり、増幅機を連結した一つの増幅機を設計する、際に段間結合の方式としていくつかがある。コンデンサー結合、トランス結合、直接結合等があるがそれぞれに特徴がある。これらのことは、蒸気。 多段増幅機とレベル配分とは別の課題として、個々の増幅機の目的に応じた最適な設計が検討される。増幅の作用には直接寄与しないが、性能や動作の安定性の向上を目的として、増幅回路に付加して用いられる回路がいくつかある。複数の増幅素子から構成される回路では、出力付近の電気信号が入力に帰還することで、 発信する可能性がある。基幹回路を設けていなくても、電源回路の内部抵抗が高いと、増幅回路の出力の変化に伴う消費電流の変化が電圧効果として現れ、別の増幅素子に影響を与えて発信することがある。これを防ぐための回路がデカップリング回路である。電源回路内に低抵抗やチョークコイルを接続し、 その前後を大容量のコンデンサを通して設置する。これにより、消費電流の変化に伴う、電圧効果が別の増幅素子に伝わることが少なく、なる。また、IC の多くは、その電源端子のプラスマイナス間に、最短距離でコンデンサを接続し、動作の安定を図る。これもデカップリング回路の一種である。このためのコンデンサには、 高周波数特性の良いセラミックコンデンサが主に用いられる。AGC 回路とは入力の電気信号の振幅が変動する場合においても一定の出力が得られる。よう自動的に増幅回路の増幅率を調整する回路である。主な例は受信機の中間周波増幅回路に用いられるものである。他に 電車の車内放送で周囲の騒音レベルに合わせて音量を調節するテレビ画面の明るさを周囲の明るさに合わせて変化させるなどの用途に用いられている入力電圧の増加に対して瞬間的に利得を下げる機能が働くと出力波形はそのピークが抑えられた波形となり歪みが生ずるこれも AGC 回路の一種であるが実用上の回路では 入力信号の値に対して長時間の平均値を取り、それに合わせた時間遅れを与えて、利得を調整することが多い。音響機器の分野において、上述の歪、すなわち波形変形を積極的に利用する場合がある。弦波形からの変化を容認し、ピークデミアツを抑えることを目的とする。この目的のため増幅機能回路時定数は極力、小さく設定され、 さらに可変になっている機器が多く、一般にその時定数操作詞はアタックタイムと表記される。ピークを抑えた後に適切に電圧増幅するとダイナミックレンジが圧縮されて音量変動が抑制される。これはカーラジオでラジオ放送を聞きやすくする等に用いられる。音楽分野では 楽器演奏において音量レベルを揃えたり楽曲全体の音色加工などに利用されている。厳密に区別できるものではないが、信号レベルの変動幅を圧縮する働きを持つものをコンプレッサー、信号レベルを設定値以上にならないよう頭打ちにする働きを持つものをリミッターと呼ぶ。リミッターは無線の送信機などで可変調を防ぐためにも用いられる。 ありがとうございます。